ラジオニュース、種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。今日のテーマは、高齢者虐待を防ぐためにということでお送りします、えー。今年の2月ですね、神戸市の介護付き有料老人ホームで、職員が入居者の女性を、うん、の顔をですね、平手打ちしたり、暴言を吐くなどの虐待をしていたことが明らかになった<あ>という認識されましたね。家族がビデオカメラで隠し撮りをして虐待が発覚した、はいうん、ということなんですけれども、 あの3月にはあ和歌山県のデイサービス施設でも、うん、同じような虐待が発覚をしております、うんでえー、番組冒頭でもお伝えしましたけれども厚生労働省の調査では去年1年間の高齢者施設での虐待は、うん、通報があっただけで506件ということで、うんえー、前の年から100件増えているという状況なんだそうです。 うんえー、こうした高齢者施設での虐待を防ごうとする取り組み介護保険市民オンブズマンについて、えー、今日はイサジデ,デ,デ,ディレクターが取材してきましたイサジさんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますあの私が尋ねましたのはですね西宮市の特別養護老人ホームセントポーリア愛の里という施設ですはい、えー。5年前に開設されまして定員100室という大規模な施設ですはい 完全個室で緑に囲まれて建ってましてですね建物はホテルのよう、ねはあはあ、ロビーも個室も、ま、とても広々としていて、えー、落ち着いた雰囲気です、はいえー、取材した時の様子を、えー、お聞きくださいお邪魔します セントポーリー愛の藤を担当するそのオンブズマンがですね、えー、お二人一人が活動6年目のベテランで福祉関係の仕事に就いている女性で藤本さんという方、はい、もう一人が会社を定年退職されてですね去年オンブズマンになったばかりの多田さんという男性ですあのオンブズマンという役割なんですがこれはどうやって なるんですか、はい、このオンブズマンなんですけれど大阪の NPO 法人が運営している民間資格ですね、はい、で介護保険がスタートした2000年に始まってまして、うん、現在88人が活動しています、はい、ちょうど今オンブズマン養成講座の募集が行われていまして6日間介護施設での実習や高齢者からの話の聞き取り方などみっちり講座を受けた上で レポートと面接を経て、オンブズマンに認定されます。はあ、もし適性がないと判断されればえ、この講習を受けても認定されないということもあるんですああ。それだけ一,一生懸命勉強をして、うん、で、その上で適性がないと判断されないといけないということですかそうです、はあ。じゃあ、その試験を経て、まあ、なる人というのは、どんな人が多いんですかねあの、年齢で言いますと、60歳から70歳ぐらい。 の方が多いんだそうですで。先ほどの女性の藤本さんのように、福祉分野の仕事を経験された人も多いんですけれども、まあ、例えば両親の介護をした経験を活かしたいとかですね。全く介護の経験はないんだけれども、将来自分も介護される立場になるんだから、今のうちに介護施設、福祉施設の実情を知っておきたいという人も結構おられるそうです。なるほど。で、このお二人の、えー、 えー、オンブズマンのお二人の、えーまあ、お仕事、えー、活動を、えー、取材させてもらったんですけれども、えー、お二人とも非常に慣れた様子で施設内を回られるんですね。でこれ何でかっていうと月に2回1年かけて一つの施設を まあ、オンブズする、うん、オンブズマンするというか、あの、チェックするということで、うん、まあ、施設にと、施設にとっても馴染みになってるというか。じゃあ、同じそのペアが月に2回、1年間ずっとその施設に通い続けるという形でチェックをするわけですかそうです。ああ、なるほど、なるほどね。うん、まあ、そういった形でのチェックなんですけど、このオンブズマンに入居者の皆さんというのは本音話せるんですかね。そうですね。これ、この、えー、活動の時にですね、 この施設の職員の方は一切立ち会いなしほうほうですから、えー、もうオンブズマンのお,お二人で回られるとあ施設もそれを了解してるわけですよね自由に回ってくださいというかそうなんです、うん、でこの取材した日はですね、まあ、私が録音を伴う取材をするということで、えーまあ、事前に施設側が了承を取った入居者の方の ところへ、えー、お二人行かれたんですけれども、普段はそれもそういう了承もなく、まあランダムに話しかけると調査するということのようなんですね。はい、えー。お二人と和代さんという女性とのやり取りをお聞きください。今日はね、ちょっとね、ここへお邪魔しましてね、うん、ねここでお過ごしの方がね、あのいろいろ生活されている中で。うん こんなことがしたいなとかね、これこれはもうちょっとこうしてほしいなとかいうことがあったらないかなあいうお話を伺いしにきました。そうですはい。えー、この間なんか外行く機会があったんですか。ね。あ,あの若葉見に。あ、あん切きましたね。ねえ。楽しかった。<laughs> 楽しいほどでもない。<laughs> 桜咲いてない。 ちょっとね,ね今年い,も遅いみたいなんかオンブズマンっていう名前からするとなんかすごい厳しく目を光らせる人っていう感じのイメージがあるんですけども、うん、なんか優しい気軽な感じでお話していくんですね、うん、そうなんです私もそう思いましたんで、えー、藤本さんにその点聞いてみました伺ってるとその 細かい話よりもこう、はい、世間話的な話されてる中なんそうですね。そうですね。その中からあっと思うことをこう開いていくという感じか。はいうん、特に困っていることとかは言われないですね。うん、やっぱりね、気使っている部分もあると思いますので、うん、楽しい話とか聞いて、その中からあっと思うことだけちょっとこう開いていくという感じなんです。うんうん、楽しい話をしながら、その中から。 拾っていくとオンブズマンと言いましても監視だとかですね、うんえー、告発とかいうことではなくてあくまで入居者と施設の橋渡し役というのがこの活動の精神なんだそうですうん、まあ、入居者の方とのお話というのはどんな話題が多いんでしょうかねやっぱりですね生活していく中で人間にとって最大の関心事といえば千葉さん何でしょう私の場合は

あんな文句言うたな、私が。あんな文句よ、言うたことやな。どうせ人に飲まってあげもっと美味しいの、美味しい味のものを飲ましてくれた、言うたや言うたんですか。あんたこれ、そんここねって。今日のコーヒーはちょっとまずいって、ちょっと言いました言いました。どんな言われてました黙ってたんね、黙ってたんかな、どうやろうかね。 やっぱりね好きなコーヒーの話 <laughs> 入居者の方もすごい楽しそうにお話してますねそうですねあの好き嫌いという問題だけではなくてですねやっぱり食べ物っていうのは特にこの高齢者の方々にとっては、えー、健康に直結する健康にも関わる場合もありますから非常に重要な話題だということになりますね、はいえー、古谷さんという、えー、入居者の方とオンブズマンのやり取りです ごめんなさい、ごめんなさい。五十からは。やっぱり腎臓はね、体幹からなく、ねね、タンパクを体幹か,からな、ああ、そう、気付けてますね、はい。やっぱり健康のことについてね、関心が高いところの、お話を聞いてくれる人っていうのはね。やっぱ話したくなりますもんね。そうなんです。あの、この古谷さんなんですけれども、もとてもしっかりとされた方で。ええ、この他にも、鋭い指摘が、結構多かったです。ああ、ええ。 その前に、え演芸退所したかったでしょ、うん、私初めて見ました。うん、あそう面白いもんですね、あれ。<laughs> あそこに貼ってあるね。うん、誰もと声を変えてくださいって言うけど。そう、いうな。んんんあんたが読むの違うからな。皇帝ロシに言われて <laughs> <laughs> 名品だってあれは職員さんが見るみたいなかないあそう。でもこっちも見れたらいいのよね、うんうん。でも私はも今覚えてるからねああ確か,からいうことはな覚えてるからお勘定しますね。伊沢さん今あのお話の中で演芸体操っていう言葉が出てきてますよね。<music> ちょっと今のインタビューのあのー。 聞き取りにくかったかもしれないんですけれども、嚥、はい、下体操、嚥下っていうのはですね、つまり、あの、食べ物を飲み込むことですね。はい。で、高齢者の方の場合、その取った食べ物がですね、食堂に行かず、気、ま、管から肺に行ってしまって、肺炎になることが多いんですね。はあ。誤嚥性肺炎とか言われますけれども、はい、ま。そこで、うまく飲み込めるように食べ物を、この施設では食事前にみんな体操をしてるんですね。うん、それが、嚥下体操。 はい。ね、言われるもそうなんです。で、この古谷さんおっしゃっておられるのは、その演芸体操の手順を解説した紙が壁に貼ってるんですけれども、食堂の。その字が小さくて見にくいんだと。はあはあはあははあ、いうことを。 まあ、施設の人に言ったらですね。はい。まあ、施設の職員さんは。はい。これは職員が見るものであって。<ー>ええー。あのー、皆さんは、あの、職員の動きを真似すればいいんだから、関係ないんですと。ええ。まあ、言われたことについて、まあ、指摘しておられるわけですね。はあ、お年寄りとしてはでもね、自分でも見て、いろいろ学びたいとかいう思いを持つでしょうからね。そういったことについてじゃあお話をしてるわけですか。そうね。施設側ではなかなか気づきにくい視点ですよね。 つまり、入居者の方にとって、施設っていうのは、まあ、自分の家そのものですよね。ええー。で、だから、単純にクレームとか苦情を言っているというよりも、まあ、ちょっとでも環境をね、自分の住む環境を良くしたいという思いが終わりだというふうに感じました。えー、だから、えー、マイナス点を指摘するばっかりじゃなくて、もっとこんなことをしてほしいっていう要望も結構あるんですね。<ー>えー、再び、えー、古谷さんの声をお聞きください。 こんなことができたらいいなとかね、こんながあったらいいなというようなことがあったらね、またお聞きしたい。私は歴史が好きやね。歴史やもう何時代に何が起こったかって聞きたいね。日本の歴史が。学校とか、そんな感じ学校やなしな。ちょっと公園見たことしてほしいなと思って。公園をな。そういう催しがあったらいい。そう思ってますね。一遍だけねあ来てくれはったことも楽しかった。 いろんなことをお話し,してますねそうです施設もですね、まあ、入居者の皆さんに楽しんでもらおうと、まあ、知恵を絞ってまして、まあ、さっき言ったお花見ですとかカラオケ、まあ、手芸とかですねさまざまなイベントを企画しておられるんです。ですが、まあ、現代の高齢者といいます、まあ、今の高齢者の皆さんっていうのは趣味も思考も非常に多様ですから、まあ、今の施設っていうのは 入居者の方の知的好奇心を満たすことも、まあ、求められてるのかなというふうに思いましたやっぱり施設の職員ではね、なかなか聞き出せないようなことも、うん、オンブズマンにはいろいろ話をしてくれてるって感じですねそうなんですで、取材した皆さんなんですけれども、えー、オンブズマンの方々に話を聞いてもらうということを、すごく楽しみにされてるんでですね、はい、です戦時中に暮らした台湾での生活をですね。 楽しそうに語っていた女性がおられまして、池田さんと言われますけれども、えお話を聞きました。